はい、どうも、ピクスイオスです。今回はですね、トヨタ5代目ハイエースの止め方ということでね、こちらの5台紹介していきたいと思います。トヨタ5代目200系ハイエースはですね、2004年8月23日にフルモデルチェンジしたバンおよびワゴンでして、1989年8月に登場した100系ハイエースから15年ぶりのフルモデルチェンジとなりましたね。トミカでは50系ハイエース以来となるモデルでして、2005年7月からね、トミカ通常品の方でも販売がされましたね。今回紹介しないんですけども、トヨタハイエースをベースにしたね、ハイメリック救急車もですね、トミカ通常品では販売されておりますね。ではまずね、多目的車の方から見ていきたいと思います。まずこちらですね、トミカ通常品 48-7 トヨタハイエース多目的車ですね。こちらのトミカは2005年7月から2009年11月の間、トミカ通常品として販売されていたモデルになりますね。トミカではね、一番最初に販売された200系ハイエースのトミカになりますね。箱はこのようになっておりますね。開けていきましょう。こちらのトミカはですね、警視庁の多目的車仕様となっておりまして、多目的車とは名前の通り多目的に使用される車両でして、資機材の搬送や人員輸送などを行う車両になりますね。警視庁では100系後期型ハイエースの標準ルーフ車や200系後期型の標準ルーフ車が存在するんですけどもね、200系前期型ハイエースをベースにした5走車がですね、静岡県警察に検品配備されておりますね。なのでトミカとまんま同じ仕様のね、多目的車というものはおそらく警視庁に配備されてないんじゃないかと思います。キャラバンをベースにしたね、多目的車なども存在しているようですね。ではトミカの方を見ていきましょう。フロントはこのようになってますね。ヘッドライトはメッキパーツとなっておりまして、ここもね、一体型のパーツで、ここはね、白く彩色されておりますね。で、曲実証が、担保印刷で再現されておりますね。フロントバンパーはね、無塗装樹脂バンパー風となっておりまして、この部分だけね、彩色がされておりますね。おそらく担保印刷での再現じゃないかと思います。サイドはこのようになってますね。サスペンションと、後部ドアの開閉が可能となっておりますね。で、スライドドアの部分には警視庁の表記が担保印刷で入っておりますね。リアこのようになってますね。テイランプが担保印刷で再現されておりまして、このようにね、バックドア部にも警視庁の表記が担保印刷で入っておりますね。リアガラスの部分もね、担保印刷での再現となっておりまして、ハイマウントはね、残念ながらね、彩色されておりませんね。一応実車のね、リアの画像このようになってますね。画像の車両は先ほど申した通り、5走車なのでね、トミカの仕様とはちょっと異なっております。助手席側ですね。こちらにもね、警視庁の表記が担保印刷で入っておりますね。で、車内パーツはこのようにね、ワゴンタイプというかね、3列シートとなっておりますね。これがハイメリックですとね、ちゃんと救急車用のストレッチャーとかが再現された車内パーツとなっておりますね。で、ルーフ上にはこのように、ブーメランタイプの赤色灯と、エアロダイナミックタイプみたいなね、こういうセパレートタイプの赤色灯が装備されておりますね。おそらく実車はもっとこの後ろの方にあると思うんですけどもね、このバックドアのね、開閉アクションの関係でね、ここにあるとね、干渉するんですかね。あとは窓パーツの関係ですかね。窓パーツってかあれですね、車内のこのバックドア開閉アクションの関係ですね。ちょっと違和感がある場所についてますね。シャーシこのようになってますね。トヨタハイエースメイドインシナとなっておりますね。なぜ普通のハイエースではなく多目的車という謎な仕様で出したのかはよくわからないですね。多目的車っていうのは警察車両の中でもかなりマニアックな位置にあると思うんですよね。これがまた事故処理車とかだったらね、全然話は変わってきたと思うんですけどもね。実際にこのトミカをベースにした事故処理車仕様がトミカくじなどで登場しておりますね。続いて同じく前期型のハイエースですね。7-5、アルソック、貴重品輸送車ですね。こちらのトミカは2006年3月から2011年2月の間販売されていた通常品モデルになりますね。箱の上部にはね、アルソックというね、このロゴマークが入っておりまして、このようになっておりますね。開けていきましょう。こちらのトミカはですね、先ほどの48-7トヨタハイエース多目的車をベースにしたトミカでして、アルソック、総合警備保障がですね、現金や有価証券などの貴重品、こういったものを輸送するための輸送警備業務というものを行うための車両でして、実際にトヨタ200系ハイエースのバンをね、ベースにした貴重品輸送車が存在しますが、おそらく実車はロールーフだと思うんですよね。というか、ハイエースの車両が存在するかはちょっとわからないですね。あんまりハイルーフ車で配備する意味がないと思うので、おそらくトミカの金型的な都合じゃないかなとは思うんですけどもね。
トミカの商品名、貴重品輸送車。一応アルソックでも貴重品輸送車って言ってるみたいなんですけども、世間的な現金輸送車という名称で知られてますね。ではトミカの方を見ていきましょう。フロントはこのようになっておりますね。ヘッドライトは先ほどのモデル同様にメッキパーツとなっておりまして、グリル部が白く塗装されておりますね。で、グリル上部、フロントパネル部にはですね、トヨタの CA エンブレムが単方印刷で入っておりまして、こちらもね、フロントバンパーは樹脂バンパー風に黒く単方印刷がされておりますね。サイドはこのようになってますね。こちらもね、サスペンションと後部ドアの開閉が可能となっておりますね。で、側面の窓ガラス、ここですね。ここにアルソックのロゴマークが入っておりまして、総合警備とね、黒帯の部分に入っておりますね。こういったものは単方印刷での再現となっておりまして、まあ、本来後ろはね、窓が埋められたものだと思うんですよね。まあ、現金輸送車という性質上ね、強固な作りになってますね。リアこのようになってますね。こちらも低ランプは単方印刷で再現されておりまして、バックドアこのようになってますね。こちらもね、リアガラス部にアルソックの表記が単方印刷で入っておりまして、総合警備という表記が入っておりますね。まあ、リアガラスもおそらく本来は埋められているものと思われます。助手席側ですね。こちらもね、アルソック総合警備の表記などが単方印刷で入っておりますね。この結構黒帯がね、しっかり再現されているのがいいですよね。で、ルーフバー特に何もないですね。で、シャーシこのようになってますね。リアバンパーはね、このシャーシ一体型のものとなっておりますね。おそらくリアバンパーも樹脂バンパーなんで、フロントもそれに合わせて樹脂バンパー風になってんじゃないかと思います。で、こちらのトミカはですね、アルソック特注モデルというものが存在しておりまして、中身はね、この通常品のものと同じハイエースのものでして、外箱はオリジナルタイプのものとなってますね。トミカではね、200系前期型ハイエースの赤色灯がないモデルとしてはこれぐらいじゃないかと思います。あとはなぜかみんなに赤色灯があるとかね、ちょっと特殊な例が多いですね。なぜ普通のハイエースとして出さなかったんですかね。まあ言うて、トヨタ50系ハイエースも一般車仕様っていうのは通常品では販売されませんでしたけどね。続いてこちらですね。トミカ通常品 113-5 トヨタハイエースですね。こちらのトミカは2019年3月から販売されているモデルで、一応現在も販売されているトミカになりますね。まあ、箱はこのようになっておりますね。開けていきましょう。こちらのトミカは2013年11月に行われた3回目のマイナーチェンジで、いわゆる後期型と呼ばれているハイエースを再現しておりまして、前期型のトミカではね、ハイルーフ車でしたが、後期型はロールーフで、アクションもね、残念ながらサスペンションのみと変更になりましたね。スケールはどちらも64分の1ということなんですけど、なんとなくですけどもね、後期型の方が幅が広い気がしますね。そういう印象なのかもしれませんけども。で、こちらのトミカはですね、見ての通り市販車仕様となっておりまして、モデルになったのはおそらくロング版の標準ルーフ車で、ボディカラーはブラックマイカじゃないかと思います。先ほども言ったんですけどね、前期型はすべて特装車などの働く車、ここでやっとね、標準仕様というか、市販仕様が登場となりましたね。では、トミカの方を見ていきましょう。フロントはこのようになってますね。ヘッドライトがクリアパーツで再現されておりまして、トヨタの CA エンブレム。これもね、単方印刷で再現されておりますね。で、ここのね、真ん中のちょっと大きめのグリル。これがですね、ヘッドライト一体型のパーツで再現されておりまして、シルバーの彩色がされておりますね。で、フォークランプはね、モールドで再現されておりますね。サイドはこのようになってますね。アクションは、サスペンションのみとなっておりますね。で、こちらは2列シートとなってますね。一応ブラックマイカなんで、こう、メタリック色となっておりますね。ちょっと、ピントが合わないですね。リアこのようになってますね。低ランプが単方印刷で再現されておりまして、トヨタの CI エンブレム。それからね、リアのガーニッシュ部分もね、単方印刷での再現となっておりまして、先ほどのトミカと異なりまして、リアガラスがクリアパーツで再現されておりますね。で、バンパーはね、先ほどのモデル同様に、シャーシ一体型のものとなっておりますね。実写はこのようになっておりますね。撮影者は6型のハイエースになるんで、ちょっと違うかもしれませんけどもね。助手席側ですね。こちらもね、サスペンションが稼働しますね。ルーフ部はこのようになってますね。特になんかアンテナが再現されているとかそういったものはないですね。シャーシですね。トヨタハイエース、メイドインベトナムとなっておりますね。やはりハイエースね、実車が人気なこともあってね、トミカでも多数のバリエーションが登場しておりましてね。こちらの通常モデル、あと後ほど紹介する初回限定モデルもね、含めて結構いろいろ出てますよね。で、こちらのトミカはですね、初回特別仕様の方も販売されておりますね。開けていきましょう。
こちらトミカはですね、2017年11月よりモデルスタから販売されたコンプリートカーのリラックベースというものをモデルにしておりまして、これはですね、ハイエースの50周年を記念したモデルとなっておりますね。ノーマルのハイエースと異なりまして、前後のバンパーはホワイトとなっておりまして、フロントバンパーにはメッキバンパーガードを装備していますね。まあ、トミカでは残念ながらモールドのみとなっておりますけどもね。メッキバンパーガード自体はオプション品だそうです。で、ホイールはアルミホイールとなっておりまして、ホワイトリボンタイヤ風の白いリムのホイールとなっているようですね。で、オプションでリア部には専用の白色のリアラダーと専用のルーフラックを装備することができます。まあ、トミカではルーフラックは装備されているんですけど、ラダーはね、非装備となっておりますね。で、このリラックベースは2021年6月までに販売を終了しておりまして、トミカのボディカラーはライトイエローとなっておりまして、他にもですね、グレーメタリック、ダークブルーマイカメタリックが設定されておりますね。で、こちらのトミカね、何気に新金型というか専用金型となっておりまして、わかりにくいですけどね、フロントバンパーはこのように異なってますね。メッキバンパーガードを装備している関係でね、ちょっと作りが違いますね。あとわかりにくいんですけど、この V 字のラインですね。ここのラインも担保印刷が入っている関係でわかりにくいとは思うんですけどもね、一応金型が異なっておりまして、モールドでね、この V 字のラインが入っているんですよね。まあ基本ハイエースをベースにしているところは一緒なんで、ね、リアはそんな違いはないかと思います。では、トミカの方を見ていきましょう。ヘッドライトはこちらもクリアパーツで再現されておりまして、トヨタの CI エンブレムや、この V 字のラインがね、担保印刷で再現されておりますね。で、この黒いラインなんかもね、担保印刷での再現となっておりますね。まあ、あの、フォルクスワーゲンのサンババスと言われて、あのタイプ2のバスをね、イメージしてるんでしょうけどもね。で、こちらもフォグランプはモールドで再現されておりまして、ナンバープレートのね、このフレームやメッキバンパーなんかもね、モールドで再現されておりますね。サイドはこのようになってますね。こちらもアクションはサスペンションのみとなっておりまして、黒いラインなどはね、こちらも担保印刷で入っておりますね。でも先ほどのね、車内パーツを異なりまして、白色のものとなっておりますね。多分車内パーツは確か共通だったと思います。このようになっておりますね。で、残念ながらトミカのホイールも通常のものと変わってなくて、ホワイトリボン風にはなってないですね。まあ、ちょっと再現難しいかと思います。リアこのようになってますね。リアバンパーはシャーシー一体型の白色のものとなっておりまして、こちらもね、テイランプやトヨタの CI エンブレムなどが担保印刷で再現されておりますね。で、ハイマウントランプの塗装はされてないですね。助手席側ですね。まあ、実写はメッキドアハンドルだと思うんですけどね、トミカではちょっと省略されてますね。で、ルーフにはね、このような白色のね、ルーフラックを装備してますね。一応これは純正オプション品の色替えモデルとなってまして、リラックベース専用の色らしいです。シャーシこのようになってますね。白色のシャーシですね。リラックベース自体そんなに多く見かける車ではないですけどもね。たまに見かけるね、リラックベース、ほとんどがルーフラック装備してない印象がありますね。ちなみにこのルーフラックですが、トミカ通常品の山岳救助車などにも流用されておりましてね。まあ、そちらはリラックベースじゃなく普通のハイエース、先ほどのね、113の方、あちらをベースにした車両ですけどもね。流用はされているという形ですね。で、あとですね。先ほど説明したボディカラーのダークブルーマイカメタリックという色なんですけども、こちらはですね、トミカギフトセットのトミカで行こうオートキャンプセットというね、ギフトセットに封入されていますね。なので、あと、グレーメタリックが出ればね、3色揃えますね。そして最後ですね、107-8 衛星通信車ですね。こちらトミカは2020年5月から2022年8月の間販売されていたトミカになりますね。まあ、ここのようになっておりますね。開けていきましょう。まあ、こちらのトミカはですね、先ほどの113-5トヨタハイエース、後期型のハイエースをベースにした衛星通信車仕様でして、ルーフ上にはパラボラアンテナを装備していますね。トミカでは過去に三菱ふそうキャンターをベースにしたトラック型の衛星通信車がね、42-4衛星通信車としてね、販売されていましたが、こちらはワンボックスタイプのコンパクトな通信車となっておりまして、緊急車仕様となっておりますね。ちょっとモデルになった車両というのは不明なんですけどもね、まあ、ハイエースベースの衛星通信車というのはね、もちろん存在しておりまして、携帯会社などが所有している移動基地局車というね、車両。ちょっと画像のものはね、キャラバンなんですけどもね。まあ、ハイエースの車両も存在しておりまして、あと国土交通省や自治体、各都道府県で所有している防災用の衛星通信車。こういったものをね、モデルにしてるんじゃないかなと思います。警察でも衛星通信車というものは持ってるんですけども、ちょっとこのハイエースの仕様とは異なっておりますね。では、トミカの方を見ていきましょう。フロントこのようになってますね。ヘッドライトは113-5。これ同様にですね、クリアパーツで再現されておりますね。で、フロントバンパーはね、まあ、多目的車とかと同じでね、樹脂バンパー風のね、
塗装バンパー風となってますね。で、トヨタの CG エンブレムがタンポイ撮影入っておりますね。サイドはこのようになってますね。アクションはサスペンションと、ルーフ上のこの、ルーフアンテナですね。こちらの、ね、稼働が可能となっておりますね。で、ドアハンドルなどは彩色されていませんね。リアこのようになっておりますね。テールランプがタンポイ撮影再現されておりまして、ちょっとわかりにくいですけどね。黒色のリアガーニッシュがタンポイ撮影再現されておりますね。あとですね、ルーフアンテナに行くためのね、ラダーパーツがね、再現されておりますね。まあ、本来ここは抜かれてるんでしょうけどもね、安全上と予算の関係で、こういうちょっと一体型のものとなっていますね。で、このパーツはですね、ここの部分にはめ込んであって、あと、このバックドア部に穴が開いてまして、そこにね、はめ込むタイプとなっておりますね。で、助手席側ですね。で、ルーフ上には赤色灯。こちら大阪サイレンのウィングフラッシュシリーズを再現したものと思われますね。トミカシリーズで初となるパーツなんですけど、残念ながらね、クリアパーツではなく、この、後ろのね、ルーフラックと一体型のパーツとなっておりまして、この部分だけね、赤いね、メタリック色でね、塗装されておりますね。で、こちらがね、ルーフ部のパラボラアンテナなんですけどもね、元ネタが何だろうなと思ったんですけど、シーコム社というね、カナダのね、アイネット VU っていうんですかね、アンテナドライブアウェイシリーズというものがモデルじゃないかと思います。まあ、そもそも衛星通信社のアンテナを調べてもよくわからないですよね。まあ、こちらのルーフのアンテナがですね、このようにね、展開して、旋回も可能となっておりますね。まあ、なんでね、キャンターの衛星通信社よりもね、ちょっと可動域が多いものとなっておりますね。で、ここにね、アンテナをしまうためのこのなんか、モールドというか、これがありますね。で、後ろのは通信機器とかですかね。こういったものがね、再現されておりますね。まあ、こちらの仕様はね、ただの白いバンにね、特に自治体の表記とかそういうのがあるわけでもないので、元ネタがいまいちよくわかんないんですけどね、こういったパラボラアンテナはですね、先ほど言ったね、シーコムのパラボラアンテナはですね、総務省消防庁が無償貸与した無線中継車というね、消防の車両、これに搭載されているものがそれっぽいのでね、そうじゃないかなということで説明させていただきました。ちなみに消防仕様のものもトミカショップオリジナルトミカとしてね、登場しておりますね。はい、というわけで今回はね、こちらの5台紹介させていただきました。まあ、先ほど言った通りね、トヨタハイメディック救急車も通常品で販売されておりまして、通常品以外にもね、各種特注トミカやトミカショップ限定など、いろんなバリエーションが登場しておりますね。トミカくじなんかも出てますしね。前期型のハイエースもね、ハイエース版のものがギフトセット封入品にあったり、あとワゴン風のものですかね、特注トミカなどで販売されたりしてますね。まあ、今後も通常品でね、他のバリエーションが出たりしたら面白いんじゃないかなと思います。そんなわけでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また次回も見てください。それでは。